皆さんこんにちは、ドスコイパイナポーのお時間です。ドスコイパイナポーのお時間です。ドスコイパイナポーということでね、今回はですね、ウィラプリ2019やっていきましょう。さあ今回はですね、こちら BOTS ベルナルド・シューバーマンチェスターシティで使っていきたいと思います。ロナウド・メッシらと共に登場したね、あのウィーレアプリ史上最強のガチャ木曜日出た、そこから登場ということで雷シューバー、まあ、過去にもね週間で1回登場してるんですけど、今回はですね能力もう段違いで高いんでね、シェマ能力見ていくんですけど、やばいよねこれ、まあ、ボルコンまず目いきますね。これがね99なんで収まりがすごいっす。ボールの吸い付き具合、あとドリブル能力も96で、今回のベルナルド・シーバがオフェンスセンスとフライパスとボディコントロールかな、ここが大幅上昇してる感じ。ボディコントロール96、やーべえこれ強いですね。でパスもできるんで、ドリーだけじゃなくてね、中盤の選手はね決定力の方も高い方なんでね、自分でもゴールも狙えますし、まあ、塩化もかなりいい選手なんで、スタミナもね87あるし、はい、そしてスキルの追加自体はね今回 POTS とかないからね、前の確か習慣がチェイシングとかついてたのかな、だからスキル追加でねワンパとかチェイシングとかつけても面白いかもね。サイドとかで使ってもねかなり強いんですけど、今回はですね、まあ、初期ポジ登録の OMF でベルナルド・シューバー使ってね、早速、まあ、アシストだったりゴールね、うん、両方同じぐらい狙っていきたいと思います。では行きましょう、レディゴー、こうということでオンライン制御ショッ OK、 調子普通ですね。ベルナルド・シューバー、そしてリシャルリソン、こっち来ましたね。これいっちゃいましょう、ダブルインサイドレシーバー、フォレスト&リシャルリソンでお祭り騒ぎから、あークリーマル不調ですね、これ入れて、あとアーノルド不調ですが、ここそのまま行こうかな、うん、これでいきましょう、これでいこう。それでベンゼマ、メッシ、FPT、そしてデブライネ、ピケ、よろしくお願いします。基本的に POTS ベルナルド・シューバね、ドリブルのところがね超特化されてて、まあ、能力高く、本当にねボールコントロールとかボール扱う技術が高いと、であとはねあのパス能力も高いからね、重心移動高速化もやりやすいな。これ一人でいける、強すぎ強え、一人でいける、強すぎ強えは、なんかあの推進力もね非常に高いんで、スピシンもありますし、あとやっぱボディコントロールも90後半。サンキューロバッツソン、でベルナルド・シーバー使ってどこを使うか、フラッスル、ナイボー、うわートラップできたか、フラッスル、ナイボー、ちょっと焦ったね今、アウトスピンフラッスルが飛んでいきましたけど、あの結構速い弾道でフラッスルいいっすよね、相手もねやっぱ反応できないからね。鬼のボールコントロールを見せたいが、ここでサンキュー、いやいい位置、ここナイス、裏する、いやー完璧、くわいい、ナイボー、アシストで、まあアシストではないけど直接的な、ただもうそこから始まったみたいなもんなんでね、あの精度ですね、やっぱドリブルできながらあれも通してくれるんできっちり、それが強いですよね。抜け出してる、 OMF からいい位置、キックフィント、クーッピケ、しかしディフェンスだ、ピケがなー、今キックフィントいけるかなと思ったけど、まあ、でも何事もチャレンジですね。本場面、いやこれドリ、うまい、大丈夫かな、ナイスキーパー、これはもう信頼してるんだよねゴールキーパーを。ただまあ前半でね2得点のところ演出できてるんで、もう上出来ですねこれは。よし、これでおそらく終了でしょう前半が。アキュー2-0、ベルナルド・シューバのね引いてるわこれ、ここでねデブライネが嫌ですが突破していく、
細かい。ナイス、クワー、当たか。こうなんかね、体をね、クイッて持ってくるんね、クイッて、あの首がいいよね。相手の前に体を入れつつみたいなやつ。ベルナルド・シューバー、ナイス、ちょうど来た、2得点ちょうど来たね。 いいよ2得点。そしてまあ準アシストみたいなところも1個やってるからね。そしてアウトフラス、アウトフラスでこれが伸びていく。ここ出して2枚抜きは無理か、取れる、ナイディ、ナイディです。はい、ナイボ、フィルミノー、ナイス。これはね、ちょっと5得点目を目指していきたいですね。こうね、オバメになんか一発でガンっていう感じじゃないね、後ろも使いながらみたいな。ここ狙おう、うまい、いや大丈夫でしょう、サンキュー。当たった、相手当たった。あれ、お相手いたっけ最初から、ベルナルド・シーバー。うわー、オバメやって、やめて、くわー、そこ若干混雑しちゃったね。このパターンね、そう、どうにかして回避したいんですけど、まあ、でもあれ仕方ないのかな。マジか、やばい、ナイスディフェンス、オーケーオーケー、ナイス、よっしゃー、よっしー、ナイス。はい、ということでね、ベルナルド・シーバー使ってね、もう一試合ちょっとねやっていきたいと思います。いきましょう、レディーゴー。さあ2試合目やっていきましょう、 BOTS。 よし、シュツーですね。そしてロバー、おー、リシャスン絶好調、これは先ほどに続いて出していきましょう。そしてあー、ドンナルンマ行くか、絶好調行きましょう。でマノラスがいい波乗ってるんで、あとはビエラのところいいかな、このままで。いやーでも迷う、ビエラで行こう。さあ、お相手メンバーがムバッペが BOTS いたのと、ルカク、デンベレいたかな、おそらく。よろしくお願いします。あー、エリアウベルト、あ、ってことは前線変わってるな、これ調子が悪くなったのかな、ルカクあたりが。 OK、さあ、ベルナルド・シーバー縦いく、フリッシュキックフィント、それからのこれだ、いい、縦いく、フリッシュキックフィント、それからのこれだ、いいね、ボディーコントロール、きた、ボディーコントロール。ここは体幹をね、相手に体を預けながら、ファンダイクかな、並走してましたけど勝ちましたね、きっちりと。あの辺のやっぱドリが強いよな。それを決めきるところがまた素晴らしいですね。オッケー、間かな、サンキュー。ちょっと狭いんで広げましょう。メッシで運ぶ、ヒールみたいですね。もう一個、いいね、軸足当て、これの、うわー、なんかあそこの軸足当て強いですね。ペナルティーエリア内で、まあ、横パスというか、あれもらった時に体勢をね若干立て直すというか、そこの軸足当てよかったんだけど、根幹まで決まってれば完璧でしたね。だ、メッシとベルナルド・シューバのね2人でお祭り騒ぎしましたが、ここなら狙いたいけど焦るな、よし、焦るな、ここ落ち着いていこう、落ち着いていけよ、ユリアンさんのね、落ち着いて、あー、いいポジショニング、今のこそまさしくインサイドレシーバー、これきついか、ちょっと。サーキュービエラ、この辺の AI ビエラ半端ないですね。絶妙なフライングスルーパス、フ
フライングスルーパス。きついか。取れる。よし。前半もう1点取りたいな。これ無理ね。あるか。うわあ、課題、課題ぜ。くー、いって。後半戦よろしくお願いします。お願いします。お願いします。立てて。ああ無理。あれでサイド展開したいな。ハリットうまい。何？なんだその強さはハリット。これは大丈夫。いける。ああいい抜き出し。いける。ああいい抜き出し。パス。ナイボー。オッケー。よしナイス。いや、あの抜き出し、飛び出し持ってはないんですけどね。やっぱりプレイスタイルなしが非常に効いてるな。フラスルーイーボール。勝てるでしょう。リシエリスも勝てる。メッシ、ナイスアンキュー。オッケー、ベルナルド・シューバー起点を出す。オッケー、この調子で4点目を決めに行こう。お、これルカクエッジターンか。あれからつけたのかな、スキル追加のアイテムで。ハリとドリブル、ドリブルかなこれ。だけど取れないな。大丈夫、よし。ルカクっぽいよな。ちょっと待って、よし、ナイス、よし、オッケー。いやでもシュート数的にはそんなに多くは打ってないけど、決めきるとこで決めきれたんでね。これ良かったよなマジで。ここでさ、相手ちょっと寄せてたんだけど、これが多分ボディコントロールってやつなんだろうね。寄せられてても、あの、なんていうんですかね、倒れないでそのままその力を若干利用しつつ伸びるみたいな。ナイスだなこれ。まあ、今回のドリブルではベストの場面でしたね。キックフィントからファンデイクかわしたところでカバリングいたけど、あとね、ここ軸足当てが非常にキレがいいんで、ボールコントロールが高いからフェイントの細かさの部分があるからね、ベルナルド・シューバが。で、ここパスと。これも良かったですね。はい、ということで今回皆さんご視聴いただきありがとうございました。ぜひですね、当たった方は使ってみてください。また会いましょう。さよなら、バイバイ。ご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。では皆さん、また会いましょう。ドスクイペラポー。